どうも皆さんこんにちは曲です今回ですねこちらババーバリアンキンキグをねいつあげるかといいう話についてですあのですねタウンホール7の時代から、えー、バーバリアンキングっていうのは作れる作ることができるんですけれどもやはりタウンホール8になるとこちらですよねこのダークエレクサーポンプがすごいやっぱできるのですごいやっぱその作りやすくなるんじゃないかなと思っているそこのあなた違います ダークエリクサーポンプは今レベル3で1時間に今45っていう結構大量生産できますけども。でし、まあそのね収容、収容量も450とかありますけども、レベル1だともう収、生産量も低いですし、収穫量も120だったかな、確か。だから朝起きて、朝たっぷり寝て120回収するみたいな感じなんですよ。そうしてもね、1万なんてもうほど遠いわけですよ。そんなもん奪われるんで。なので、 絶対に私はおすすめしたいのはバーバリアンキングもうに強いんで、えー、バーバリアンキングをですね絶対にタウンホール7のうちに7のうちにライトニングを使ったダークリクサーのため方をですねやりましてライトニングでどんどんバシバシ奪っていくとその一点集中型でまあその一時期はそのダークリクサーだけ集めだけに専念するっていう方法でやった方がいいですね私は タンホール8にしてダークエリクサーポンプでどうせ生産できんじゃんみたいな軽い気持ちでいったら全然集まんないわけですよ。てかこれで長い時間集めたとしてもすぐ盗まれるんですよ。これでたっぷり時間をかけてあげねえ生産したとしても奪われちゃうんでダメです。なのでタンホール7のうちにライトニングをねバシバシこういうライトニングをそうですねこういうところにこうバン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 と打ってねえ。 あの快適なねクラクラライフをということでこいつをねほんとタウンホール7に7であげた方がめっちゃお得だよという話でたごしをありがとうございました。